ホーコンもリストにあるのか、ルーカス殺しで。違う、あの青いボンクラどもは嫌いじゃないけど、ルーカスの死はどうでもいい。ならなぜ。長くなるから、その話はまた後で。とにかくホーコンは脳みそぶち抜かれて当然、それでも足りないくらい。くそ、いつも空いてたのに締め出された。最悪。ここは GRE の施設だろ。すごい、開いた。どこで手に入れたの？ディランに会ったの？ディランにもらった。死ぬ前にワルツにやられた。くそ、結局捕まったんだ。それからラワンってやつを探せって言われた。知らないか。これも運命だったのかも。宇宙が私たちを強引に引き合わせた。え？私がラワン。ディランはフランクと連絡を取りたがってた。 PK の指揮官ルーカスがワルツの探し物を見つけたって。奴に渡らないよう外に逃げたがってた。 GRE キーか、持ってるぞ。多分ね。こんなもののせいでルーカスは死んだ。ディランも気をつけて。次はあんたかも。重要なものよ。ワルツにとってはかなりね。なくさないで。危ない。どうなってる。嘘でしょ。ワルツが発電機のスイッチを入れた。ワルツが？どうして。知るわけない、イカレ野郎の考えなんて。さあ、また消える前に急ぐよ。ご不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。列車とホームの間には十分ご注意ください。わざわざどうも。急いで、ここを進めばセントラルループよ。列車が遅れております。ご不便をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。列車とホームの間には十分ご注意ください。付近にインヒビターコンテナ。あるの？ちょっと観光してた。笑える。もう、嘘、見て、ここにも光が。何これ、嘘みたい。屋上に行こう。上から見てみたいの。救世主が我々を導く。ほら、エイデン、早く。これは屋上から見なきゃ。
ダメだ、見えないじゃない。絶対行けると思ったのに完全に騙された。ああまあまあ静かではある。まあね、だからむしゃくしゃするとここに来るんだ。よく来てる、本当。見て、エイデン、明かりがついた。やった、明かりがついた。どう、エイデン、見えるでしょ、すっごく綺麗。信じられない、本当に信じられない。ラワン、見てるか。見てるよ、ダニア。見晴らしのいいところでね、絶景よ。どうなってる、15年間真っ暗だったのになぜ急に。さあ、わからない、調べてみないとね。お前のことがすっかり恋しくなっちまった。なあ、食堂で話そうぜ。ビール飲んでバーテンダーをけなしながら。それが俺のお箱だからな。それじゃ、バカね。何か変だ。そんな、嘘でしょ、まさか。クソ、一体どうなってるの。あれがフィッシュアイか、どうやって行く。フィッシュアイは後回し。後回し、なぜ。変電所を調べないと。あそこ、PK タワーと同じ高さ。だがフィッシュアイは。いい、聞いて、あんたを助けたいの、だから手を貸す。でも分かってほしい、初めてなの。10年以上も同じ状況が続いてる。この鬱陶しい暗闇がよ、訳を調べなきゃ。どうやって変電所に行く。それは古いパラグライダー、普通なら行けないところまで行ける。ほら、ついてきて。ちょっとおい、あ。マジかよ。なかなかね、初心者にしては。見た目より簡単だ。まさかこんなことになるなんて。ワルツが電源を入れたようだな。でもなぜそんなことを。やつが今さら人助けなんて。なぜみんなに電力を。本当にワルツが。やつは自動車工場で GRE キーを使った、それでだろう。なるほどね。数年前、軍は丘にあるエネルギー電池のために施設を乗っ取った。それがまだ機能して町の半分に電力を供給できるとはね。その鍵をなくさないで、他にも何かできそうだから。さあ、変電所に急ごう。レースだったのか。どんな時だってレースよ。ずいぶん上手くなった。
でも風をコントロールしないとね。あっという間に持ってかれるよ。よし、ここからあと少しで変電所よ。起動してきて。俺一人で？あんたならできるでしょ。地下鉄の付近にもう一つあるの。私はそっちに行く。片方ないし、両方をオンにすれば全てを起動できる。だが、どうやってやるんだ？そう難しくはないよ。古いシステムだからね。ヒューズとケーブルが動くようにすればいいんだと思う。なあ、このパラグライダーもっと早く飛べないのか？できるかもね。クラフトマスターに聞いてみたら。インヒビターコンテナを検知。あんたもそうか。私がナイトランナーならよかったけど、彼らは本当にすごかった。真のヒーローよ。奴らと私の共通点は薬物乱用者ってことだっけ。でもいつかは。
かさねえぞ。
って。